お疲れ。お疲れ様です。俺は今日撮りも、はい、めちゃくちゃイライラしてる。何にですか？何もかもだ。また誰かが辞めたんですか？誰かが辞めたんですか？ちゃうよ、辞めたことで怒ったことない別に辞めたやつは辞めていけないだろう怒ったとこ見たことある？ないです。いや今からね、はい、何が俺はもう怒っとるってさ、はい、誰が YouTube やりたいって言った？足場班。足場班が個人チャンネルをやりたいと言いました。ですよね。はい。今どうですか？あまり上がってないです。上がってないよね。はい。それでいいのかな？あまり良くないですね。緑。はい。それでいいのかな？良くはないです。だよね。はい。良くないよね。はい。怒るでしょ。怒っていいでしょまだ今日も。はい、もちろん俺が声かけたんだよ。リリーちゃんとあれ今まで YouTube 頑張ってくれて、はい、いろいろやってくれたから。収益とか持ってっていいぞと、はい、で編集も応援するよって、はい、それは俺だけじゃなくて他の社員たちが、はい、うん、だって YouTube に出てる子たちだけじゃねえじゃん。 YouTube 出てるのは、そうです、ね、YouTube 出てる子たちだけは社員じゃないじゃんでその子たちも納得させなあかんわけでしょ。この収益がつくいいなって、はい、うん、で編集は会社がやってるわけでしょ。そうです、ね、ただで全部やってるわけでしょ、はい、公開設定も全部会社がやってくれてるわけでしょ、はい、うん、それでも収益がつくんじゃん。はい、もう他の社員どう思う？他の社員はいい思いする？しません。だって YouTube でもそうだね、きついやつやっとるで1年2年は俺も日の目見んかったわけでしょ、はい、お前もプランナーやってる時にそういう噂聞いたわけでしょ、はい、社長何やってんだと毎日仕事もしんと。だけど YouTube やったら大変なの分かったでしょ。はい、彼らも分かってたわけでしょ。はい、じゃあなんだこれ、はい、お前怒っていいやつだろ。はい、ああ思ってるもん、ムカついてるよ。はい、むちゃくちゃムカついてるよ俺は、はい、怒っちゃうよ俺は、もうクラーなっちゃうよ俺は、はい、やっていいやつでしょ。はい、今日は手出るよ。いいよね。手はどうか手はまずいの？ちょっと、ま、何だったらいいの？足か、足か、手か、体か、肩だったら OK です。肩でも飛ばないよ俺、リーチ短いからこんなよし、動いとる。あとなんか当たるショットですか？ちょっと並んでくれよ。気になることが一つある。なんて撮った今？早く帰りたいなですか？おい、撮ったな。はい、よく撮ったんだ。ちょっとお前らの質問がある。全員並べ。並べ。納得できんぞ。あ並べ。動くな。めちゃくちゃ怒っとるでな、俺は今日は。マジ切れしてるぞ。YouTube やりたいって誰がやりたいって。俺がやっとったな。足場班チャンネル作ろうって言ったら、こんなんやるかって。俺、シェイキ持ってっていいぞって言ったら、言いましたよね、俺。やりたいか？やりたくないか？って。誰が言った？編集こっちでやってるよって言ったら、誰がやりたいって言ったんだ？こっちだけのせいなのか？いや、僕ですね。みんなで考えて言ったんか？どっちだ？みんなです。あ？みんなで。みんなだよな。はい、これが気になってしょうがねえんだろ、おい。これって。怒っとんな、俺。お前、そんなこと。マルスマが聞いとらん。どうや？ YouTube 上がっとるか？足場班ですか？おう。なんでね？お父さん、マジ悲しい。いや、お前がやるって言ったから俺頑張って教えてあげようと思ってな。後ろから応援してあげるよって。多分、これ全国規模で放送しとるよ YouTube は。全開道場ね。多分素材が3つぐらいあるんですけど糸は上げてない。動画撮ってんの？動画撮ってます。撮ってます。あ動画撮ってんの？撮ってます。前悪いやろお前おい私が撮ってた。おい打ち合わせ撮っちゃうおいほらあ動画撮ってんの？動画撮ってます。僕も今日電話しようか、まあ、どうしようかなって伊藤に電話しよう。一向に上がらないんで。あ素材あるの？あります。昨日いつだった？あれ最後映るだったら金曜日。あ？金曜日くらい。金曜日撮った。金曜日撮った。はい。誰が撮りたいって言ったの？一応僕たちが撮りたいって言いました。じゃあどうなってんの？その3本撮ったのはいいよ別に。はい、だったらなんだよ。だ僕らのせいですか？あ？いや僕らが撮ってるんで。誰編集任せ行こう誰先生お前そんな悲しいよ。そんな風に聞いてないよ俺は。ちょっと
どこマジですか？わかんない。そういう風に言ったら数字伸びるかなと最近ちょっといろいろ試しとる。どういうキャラがいいかな。今日なんて言ったお前さっき横で聞いてたよ俺。今から動画撮りに行っていいですかって言ったらなんて言ったの君。なんて言ったの。早く帰りたいなって言いました。どうなの？俺カメラ見て顔変顔する表情。なんて言ったって。いやなんかすごいみんなが早く帰りたいみたいな顔してたんで。僕はあのみんなの言葉で一緒にいないでしょ。一緒にいないでしょ。だいたいお前土曜日お前昼に帰ってったんだろ。知っとってお前昼電話用事があって電話しとんのにずっと電話でんくて5時過ぎにかけてきたよね。後ろ目標です。目標か。ちょっと怖いだね。全部間違ってるね俺。おじゃあそれ電話したんだ、はい、あれリーチ何回電話しても電話出へんやあれって今日資格があったろって言って誰かなって言ったいやもう帰ってますよって。お前5時過ぎにかけてきたよね。いや僕寝てましたね。寝て嘘つくな。いや本当本当そんな時間そんな昼間から寝とるわけねえだろ。だってその前の帰り遅かったじゃないですか。あ飲みに行ってな。そうそうそう俺悪いやつみたいな。しかもあの話いいですかその後。ああいいよ。あの人おったじゃないですか、うん、女の子連れて帰ったじゃないですか。誰があの名前なんでしたっけ。ああ先輩な、はい、うん、でたまたま通ったんですよ先輩と、うん、その女の子3人がおって、うんうん、パーッて「あお疲れ様ね」っつったら「ちょっとあの銀行のカード渡すからさ金下ろしてきてくれん」とか言って言われて下ろして逃げてないことや。そう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 、うん、あいいっすよじゃあ下ろしてきますねっつって言って、うん、あじゃあ下ろしてきましたっつったらよし、一緒に飲むぞって言って飲んだので、連れてかれて上まで、うん、お前、それ女の子ってお前女の子の飲み屋行ってお前寄っていくやな、なんか違う違う断れんかった、ダッチが悪いのダッチ、ダッチが悪いのダッチが悪いの視聴者の前で聞いてみろよ。いやいや断れる。あ、何歳ですか。29だよね。あの人何歳ですか。女の子おって、ほんまにね。ちょっと盛り上がっとってちょっとみんな酔っ払っとるとで先輩お金出してくれるとお前酔ってけよと。でもなんか女の子に聞いたら、うん、先輩一人気に入ったじゃないですか背が高いから、うんうん、でその二人の子はなんか危ないから付き添いで行ったらしくて裏話だった。で付き添うしかもその後女の子二人いちいち送ってったんですよ僕。うわやっとるやんお前。でそれはノクラっすよ。ノクラが送ってきましょうよとか言ってよ。ノクラもやっとるやん。何だお前やっとるやん。マジこっち悪いな。やっぱりお前だね。んで YouTube やらないとかもうマジでやれよ。誰だこの中で一番悪いの。僕です。お前なじみやから数字伸びねえんだよ。さあまあじゃあもう撮ってんだ3本撮ってんの。何どんなやつ撮ったの。その金曜日か木曜日撮ったやつはデズモン撮ったやつベトナム人全員で。ほんとまあ塗り替え道場チャンネルよりはちゃんとしとんな。確実に塗り替え道場チャンネルよりはちゃんとしとんな。そうでもお前のやつはお前も出とんの。でもその前もなんか一本噛んだって撮らしいんだよ。あ何が撮った何撮ったの。ああそうだ現場かなんか現場現場あ、現場も撮ってるの。ああ、他は一本やまってくださいもう一本はもう一本はなんか、そのまたそのカンタがなんか撮ったらしいんですけど。またカンタ。やっぱなんかちょっとね、カンタはね、最近 YouTube やる気満々なんだわ、うん、悪いのは誰。やっぱお前だわ。前もなんかもう戻ったよな、 YouTube やりたくねえとかやりてえとかなんとかなんか言ってよ。いやいや、じゃあああ、立てえ置いてけもうやだ。行けるなよ。あ、気付けどこすかそんなこと聞いよったらお前あどっちが悪いんだ。俺が悪いんだったらお前言うよとこ叩くからなんか。そうですね。俺悪くねえんだからお前どうなるかわかんないよ。気付け気付けこんなのかこれ合ってんの。気付けこれで気付けもういいよ。よしここで一回止めてください。分かった分かった。ここで止めてくださいどんな気だって。何やっとんうわっ。いかがったか。そう
ちょっと今からちょっと変なのが流れると思うけど、俺は今日昼間思いっきり転んで、本当に椅子がボキって折れて、俺ここ座ってさ、足、ちょっと動かくなるんじゃないかなと思ったの。はい。こいつ出れ笑ってカメラ回したよ。足が動くなった。足が動くなった。下半身崩れたわ。いや、それは。本当やってごらん。ほら。ちょ、本当痛い。ですよね、結構な勢いで。これでしょ。取れて命令されました。編集長に。今それが多分流れとるわ。そんなもんどこで使うんだよ。まさかのこいつ今日使えるじゃん。今日使えるじゃん。そんな感じか。今日はアメリカ道場も今日は平和です。平和です。チャンネル登録といいね。よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。